なんてそんな可愛いもんじゃない。いつからかなってわからない。でも確かにそこにいるんだ。そいつはいつも突然現れ、薄めの目表情は不満で、耳を塞ぎたくなる口癖を吐く厄介なものの手。邪魔してくる。モノクロの景色に塗り替える。弱れに罵声、まるで足かせ。人の都合なんてお構いなし。職場学校へ気合い、夢の中楽しそうなその人、みんなが鏡がな少しから見える。奴はいつだって手招いてる。存在は不確か、ネット上の噂、病の一種、目に見えないブラクター。逃げることもできないから、いつも出口ばかり探すんだ。幸せだと笑ってる時だって、いつだって何をしてたって離れないね。また誰かを遠ざけるくらいなら、いっそうまくいかない。自分を責めることをやめられない。言える、怪我には差し伸べる手。見えない僕らは弱者のねって、無知な世界が生んだサンブース。声に出してもマイネームス。それでもなお伝えようと、また誰かが出口に向かう。何がすべきこと、国はわからないでも思うんだ。出口を探すのは間違いだと信じたい。生きてるから幸せだと笑ってる時だって、いつだって何をしてたって離れ。Cheers!